メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の松本、対するバファローズの先発は左の田島、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の松本マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、トップバッターは福田。福田背番号4、はい、第9、投げた、カットボールはボール。まずは内角低め、投げた、直球ストライク。投球はこれから3球目、変化球ストライク、インコースへ追い込んでから第4球を投げました。直球、空振り三振。バッターは DH のロメロ。第9、ストライク。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、見逃しの三振。松本見事なピッチングです。左バッターボックスは3番吉田。背番号34。第9、投げました、インコース低め、ストライク。まずは決めてきました、投げました、ストレート決まってストライク。これで追い込みました。投げた、流し打ち、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。松本今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは杉本。第9、投げた、初球を打ちました、打球はセカンド後方、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番宗。宗、背番号6。第9、投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました、アウトコース低め、ボール。投げた、直球見送ってストライク。追い込んで第4球を投げた、ボール。次は5球目、初球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは6番足立。背番号3。第9、投げました、カットボール見送ってストライク。投げました、内角際どい球、ボール。完全に外れた、ボール。投球これから4球目、ボール。さあ5球目、決まってストライク。第6球を投げました、打った、バックしていった、掴んでこれで3アウトになります。松本三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、2点を追いかけますバファローズの攻撃。トップバッターはモヤ。第9、打った、ファール。ライオンズここは引っ張りに警戒します。打ちました、ファースト真正面、アウト。山川自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番紅林。背番号24。第9、決まった、ストライク。まずは決めてきました、投げました、ボール。第3球、ストレートはボール。次が4球目、投げました、低めのボール引っ掛けた、サードの頭上、三塁キャンパス手前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番伏見。背番号23。第9、ボール。第2球、アウトロー際どい球、ボール。ストライク、投げた、打った、痛烈な当たり、取ってこれで3アウトチェンジ。松本3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。左バッターボックスはトップバッターの福田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。1球目空振りから、投げた、打ちました、ライナーだ。福田ナイスバッティングです。バッターは指名打者ロメロ。ロメロ、まずは一塁牽制、ファーストから二塁送球、タッチしてアウト。第9、投げた、ストレート見送ってストライク。いきなり151キロ、投げた、ボール。投球はこれから3球目、決まってストライク。追い込んでいます。
投げた、高めボール球打った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番吉田。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。初球見送ってストライク。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ。スローカーブに全くタイミング合いません。外角高め、空振り三振。松本、ここまできっちり一安のピッチングが続いています。5回の表、2点を追いかけますバファローズの攻撃。この回のトップバッターは杉本。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました、スローカーブ見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。インコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。投げました、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、追い込んでいます。投げた、内角低め、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。右バッターボックスには足立。第1打席は内野フライに倒れています。バッターの足元、第2球投げた、低め外角ストライク。第3球は外角低め見送ってストライク。次が4球目、投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。松本、ここまできっちり一安のピッチングが続いています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはモヤ。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。外れた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。ライオンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。内角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。ピンチヒッターはジョーンズに変わりまして、第9投げました、ストライク。いきなり150キロ、投げました、スローカーブはストライク。第3球を投げました、一つ外してボール。次は4球目、投げました、打った、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは9番伏見。第1打席はレフトフライに倒れています。打った、流し打ち、取りました。これで3アウト。松本、この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって2対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。左バッターボックスはトップバッターの福田。バファローズ、反撃ののろしを上げることができるか。投げました、ボール。投げた、これは引っ掛けた。福田、いいバッティングを見せました。バッターは DH のロメロ。今日は三振とショートフライ、タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第9投げた、見送ってボール。さあ次の投球、まっすぐ見送ってストライク。一塁牽制、一塁タッチセーフ。松本、ランナーの動きを警戒しています。見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9外角低め、ストレートは外れてボール。投げた、見送ってストライク。投げた、3球目ストライク。投球これから4球目、インロー、直球は外れてボール。投球これから5球目、あっと引っ掛けた、山川取った、二塁送る、二塁フォースアウト。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました、流し打ち、どうだ、ヒット、ライト前ヒットになった。ボールは中継、吉田3塁でストップ。杉本、ナイスバッティングです。ピンチを広げています。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。スローカーブ見送ってストライク。投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、打ちました、いい当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。
ライオンズファンのね。8回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは足立。今日はセカンドフライと三振。さあ次の投球、投げた、打った、センター前ヒット。足立、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは7番モヤ。今日はファーストゴロと三振。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球、投げた、外角低めいっぱい、ストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。投げた、見逃し三振。バッターは8番ジョーンズ。今日2度目のバッターボックス、投げた、スローカーブ、ボール。第2球、投げた、インコース低め、ストライク。投げました、変化球、ストライク、アウトローへ。第4球を投げました、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9球、投げました、ストレートはストライク。まずは入れてきました、ストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、スプリットはボール。インローへ投げました、アウトロー際どい球、ボール。第6球をランナースタート、三振。先ほどのプレーです。8回の表が終わって6対0、ライオンズ6点リードは変わりません。やってきた、ライオンズ快勝しました。ご覧の通り、埼玉西武ライオンズの勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りした